146回始めます。8月21日のもう2時近くですね。はい、これね、すいません、もう今回も気候の話、前回145回もそうだったんですけど、あのね、これニューポスト、なんだ、ポストニュースセブンってやつですか、あの載ってました。中国干ばつひどいみたいですね。干ばつ、何かあのね、中国の長江流域で雨の量が少ないっていうことで、もう農作物不作が決定的みたいな感じで、まあ気候変動の話じゃなくてですね、まあ話なんですけど、それに伴っておそらくね、異常気象によって食料不足なるんじゃないかと、なりますよ。はい、145回でもちらっと言いましたけど、そうなると備えてた方がいいですね。で、まあ米はありますよ、日本。米はあるけど、小麦とかね、あとはこれ中国が不足すると絶対、まあ経済力増してるんでね、中国すっげー買い付けますから、世界中から。まず小麦とか、少なくとも値段は上がりますよね。パンとかね、うん、パン屋さん大変みたいですね今。はい、まあ、外食産業他にもいろいろですよね。野菜も高騰したり、もしくはいきなり安くなってみたりっていう方、不安定だし、まあ魚関係も、うん、これ取れるものと取れないもの極端になってきて、サンマ1匹4000円とか5000円とか初値でついてましたね。あの今日のニュースやってましたよ。そんな時代になりますか。サンマなんか絶対食べられないっつうの。昔は50円とか100円で売ってたんですけどね、あのもう食べられないっすよ。サンマの缶詰とか売れるんですかね、この価格で。ちょっと缶詰最近買ってないんで分かんないですけど、はい、本当にね、中国がね、それでなると、うん、干ばつになって食料不足になると買い付けて、あと何かな、高くなるもの、まあパスタ類高くなるんじゃないですか、おのずと。はい、あとオイル関係、まあ、大丈夫かな。オイル関係、あの中国異常に油使いますからね、中国料理。あそこもまあこの干ばつは関係ないのかな。あと肉、まあ輸入物の肉とかの価格、豚肉とかね、牛肉とか上がるような気がするな。いやー、もうそうすると今も最近上がったんですよね、私がね飼ってるね豚肉も。痛い、3割ぐらい上がってますね。はい、あとやっぱりきついですね。そうなるとパスタ上がってか、あともうことごとく上がってるからな、もう卵と牛乳で行くしかないかなって感じですね。卵、牛乳、日本は安定しますけどね、あのこれまた本当農家さん大変だと思いますよ。あげるにあげられないし、あと外食産業の人も大変だと思いますよ。あげるにあげられないし、本当に持久戦っていうか体力勝負、消耗戦みたいになってきてて、まあ焼肉屋さんなんか今バッタバッタと倒れてるみたいですね。はい、あとスカイラークグループのガスト、うん、1000店って言ったかな全国で。はい、閉めると、もう本当に家で食べるのもしんどいっていうのにね、値上がりしてて、外食なんかもうなくなりますよね。ああ、食べらんない。一食やっぱ昼だったら、今までワンコイン500円でなんとかみたいな感じしてましたけど、牛丼とかも今安い時は200円ぐらいで食べられたんじゃないですか、250円とか。豚丼とかね、ないでしょ今おそらく、行ってないけど、うん、中尾かな、中尾ってご存知ですかね、牛丼屋、有名なチェーン店なのかなあれ、うん、あそこで牛丼は、まあ、200円台じゃなかった気がするな。松屋も行ったか最近、まあ牛丼じゃなくて違うの食べましたけど、定食でね700円ぐらいは出しましたもんね。はい、もう本当にもうちょっとね、給料は、あ、まあ私の場合プラプラしててね、まあ、こんなことやっててチャンネル登録5名で、この収入ももちろんないですし、
仕事もねちゃんと稼がなきゃならないんですよ、稼ぎのいいのが。はい、で本当に収入は横ばいもしくは減る一方なのに出費上がっていくっていうのは本当に貧困層には厳しいということで、何を言ってるんだ、もうとにかくねこれ中国マジでまずいですね。はい、もう揚子湖周辺中下流域7月は総雨量降雨量が平年より 30% 減少、8月もこれまで 80% 60% 少ない状態、これに伴い何とか所何とか所何とか所で、干ばつ影響を受けた面積は64万ヘクタールに上ると。これが一体どれぐらいの広さなのかよくわからないですけど、うん、まあ多分とんでもない広さなんだと思いますよ。はい、なるほどね、これ干ばつ、いやいやいや米、うん、中国の、うん、書いてあるのは米が書いてありますけど、うん、米、まあ、日本の米は余ってるから大丈夫だと思います。まあでも日本もね米どうなんだろう、今話出てないですね、あの米不足になるような話はね、おそらく大丈夫だと思います。はい、ですね、なんとか米さえあれば日本人の場合ね、あの安いおかず1品2品あればなんとかなるんでね、他国よりは影響少ないと思いますけど、多分世界的に日本より今年のね傾向は、日本でももちろんね局地的に豪雨、北陸の石川とか福井とかありましたね、関東でも一部ありましたね、埼玉県の、あと今東北ですよね、ずっと雨降ってるのが、北部秋田青森北海道の南の方とか、ただもう壊滅的なって感じではしないんですね、局地的なって感じでしてるんで、今年は日本の場合それほどでも、うん、暑さもまあ暑いですけど、記録破りの暑さではあるんですけども、まあそれほど世界に比べてたらって感じするんですけど、世界は今大変なことになってますから本当に。で伴ってもう世界中で食料不足だ干ばつだ言われて、この秋は多分ね世界的に危機があると思いますよ、アフリカとか南アジアとか、これねもうどうしようもないですよね、こればっかりはもう価格が上がるしかない、うん、という状況で、何よりこれからですよね、これから、うん、これからっていうのはこれから5年後10年後20年後30年後50年後どうなっちゃうんだっていうのは、本当にこれもう人類の英知を結集してなんとか対策していかないと取り返しつかないですよねと思います。そんなことを私が言って何になるんだ、チャンネル登録5名でっていうツッコミはなしで、はい、お願いします。また見てください。ありがとうございます。